こんにちは、速稼塾の久保です。今日はあるサイトから一つの考察をしてみようかと思います。というのがね、この度私携帯電話の格安プランっていうのに契約したんですよ。でそれがですね、今私が使っているソフトバンクのスマホの契約っていうのはですね、だいたい毎月2万円から3万円の支払いなんですよ。ちょっと使いすぎかもしれませんけども、だいたい2万から3万払ってますよね。これに、モバイル Wi-Fi、モバイルルーターを2つ契約してまして、プラス、パソコンのね、固定回線、光回線を、これソフトバンク光かなんかでやってるんですよね。まあそうなるとですね、結構な金額なんですよ。これを少しずつでも安いプランに変えていこうかなと最近思い始めたときに、お誘いいただいてね、契約したものがありますけども、実は、3年ぐらい前にも今出てるペンギンモバイルっていうのの、初期のメンバーとしてね勧誘を受けたんですけども、その時はなんかね気が乗らなくって、話は聞いたんですよ。何人もの方にプレゼンを受けたんですけども、結局契約しなかったんですよね。そしたら結構なんかいい感じで伸びてるじゃないですか。でそのペンギンモバイルをなんかもっと改良したのがクジラモバイルっていうのができたよってことで、クジラモバイルの営業も受けたんですけども、その時もねなんか気が乗らなかったんで話で聞いたんですけども、契約しなかったんですよね。で今回3度目の正直で、今度はスターモバイルっていうのがあるよっていうんで、もうそうだな、そんな話結構長い間聞いてたから、今回は契約してもいいかなと思って、今回契約してみたんですよね。で、スターモバイルを契約するとこんなサイトがあるよって言って教えてくださったんで、見ているところなんですけども、格安プランはいろいろあるんでしょうけども、1個しか基本的には選べませんので、私はこの度ねこのスタンモバイルを選びました。理由としては特にないんですけども、私にねお知らせくださったタイミングと、私がやってみようかなって気が向いたタイミングがたまたま一致したからなんですよ。でペンギンモバイルとクジラモバイルですか、それから今回のスタンモバイル、比較したわけでも何でもないんですよね。ただどうせやるなら一番新しいものがいいかなとも思ったのと、やっぱりねこれ人によって何が一番お得なのかって変わると思うんで、私の場合はとりあえずやってみて、それで、やりながらいろいろ考えようかなと思ったんですけども、他と比べるのもめんどくさいんで、このまんまねスタンモバイルで、やっていこうと思います。でやっぱり契約はビジネスプランなんですけども、両方合わせて毎月1万3000円ぐらいの費用になるんですよね。ってことは今まで使ってた、少なくとも私の場合はね2万円を切ることはないような携帯電話の利用状況でしたから、7000円は毎月最低でも安くなるんですよね。場合によっては1万5000円ぐらい毎月安くなるんですよ。だから費用的にはむちゃくちゃいいんですよね。それから携帯電話の利用なんですけども、今ソフトバンクで、基本料金7000円だったかなで50ギガっていうやつをやってるんですよ。私ね30ギガだと全然足りないんですよ。50ギガでもなくなる時があるんで追加するんですけども、この度の契約で60ギガになるんですよ。料金が安くなって60ギガになるということで、もうね、ありがとうございますって感じなんですよね。しかもタイミングがよくって、話をまともに聞くような心理状態だったんですよね。今回今まで営業してくださった方本当すみませんけども、話は聞いたんですけども本当付き合い程度にしか聞いてないんで、右から左に抜けてました。でお得なプランだったとは思うんですけども、全く内容覚えてないですね。で今回のスターモバイルですか、こちらの方は話聞いたんですよ。それからコミッションとかも見たんですけども、やっぱり私はねああいうのを計算しながらやるっていうのがあんまり向いてなくって、まずはこれいいなと思ったら報酬とかなんとかじゃなくって、こっちの方がいいよだから使ってるよってことを気軽にカジュアルに話す中で、じゃあ一緒にやりたいですっていう人が出てくればいいなって形なんですよね。ですのでどうしてもタイトル取りたいとか、どうしても報酬を上げたいって気持ちっていうのは後々出てくると思いますけども、今の時点ではあんまりないですね。とりあえず費用が抑えられて、便利さが上がる、それに加えて私のその気になったタイミングにお話しくださった方がいたんで、それでもいいかなと思ったところなんですよね。ということなんでこのサイトこうやってざーっとやってますけど全く読んでないんですよ。とりあえず自分のこれでもいいかなと思った費用に参加してみて、今に至るって感じですね。だからこういう組織図ってあるじゃないですか。これの説明を受けるとね眠くなるんですよね。そんなねいきなりバンバン紹介が出せるわけでもないし、紹介出すのが目的じゃないですからね。まずは自分が便利に使うこと、そして自分の費用が抑えられることで、自分だけで完結してもいいんですけども、あれこれなんか得かもしれないなと思ったら、もう自然に自分の口からね、今携帯電話のプランこれ切り替えてすごい良かったよって話すと思うんですよ。だからもう私の場合はそれですね。リストアップしたりとか、プレゼンの費用をね設定したりとかして、今日携帯電話の話実はねしたいんだけどっていう風に改まって始まるんじゃなくて、結構携帯電話費用安くなってでギガ数上がってよかったよみたいなことをね、雑談の中でポロッと出てくればいいかなっていう、肩の力を抜いたような感じなんですよね。ということで、このねスタンモバイル、私スタートして1日目でございます。まだ何もね手続きも何もしてないんですけども、とりあえず登録して1日目です。これが1週間後とか1ヶ月後にどうなってるのか非常に楽しみだなと思いながら、またたまにね一般公開動画でやっていこうと思います。限定公開動画、速稼塾の中での動画更新は毎日のようにやっていきますけども、これはやっぱりビジネスの特性上ですね、不特定多数の人に広めていいもんかどうなのかってことがあります。代理店事業っていうのはね、インターネット上にその内容をお知らせしていい部分と、しちゃいけないような、もう業務秘密みたいな、ね、部分がありますんでね、今回は私のつらつらとした感想、いきさつと、このブログを背景にしたよっていう風なところですね。当社が定める禁止行為ってあるでしょ。だからこれに、こういうのに抵触しちゃいけないんでね。それではね、この今ご覧いただいているサイトの URL は動画概要欄につけておきますので、見たい方はそちらの方から見てください。特にスターモバイルに対する勧誘の動画ではございません。私がこれを始めたよっていう、ただそれだけのダラダラ動画でございました。それでは失礼します。